を。宗一くん、ダメダメ。さつきちゃんが宗一くんを殴るのは癖なの、性質なの、本能なの。だから許してあげて。違う違う。さつき、サンキュー。いい話聞いたぜ。悩んでる宗一なんてらしくないよ。走れ。いつもみたいに思いっきり。ああ、宗一君頑張って。うん。ベレクセン、貴様どの面下げて帰ってきた。突然の作戦変更は謝罪します、隊長。作戦変更だ。どんな凝った口八丁で楽しませてくれるかと思うておったが、案外芸がない。あの場ではあれが最良です。総帥、手はず通りもう少し。あと5秒で総一は我が手にあった。これを。なんだこれは。Rの書類が全て収まっております。彼が帰らぬ場合、すぐに彼のクライアントに全情報が流れます。承知済みよ。ためにつまらぬ書き物を用意させた。貴様にも打ち合わせたことだろうが。もちろん。ただしクライアントの情報が正確ではありません。何？奴は変わらずいつも通り日本政府の犬になって。いつもの連中の背後に大きな力があります。力？あの男か。はい、あの男と申されますと。おお、箱舟の件もあります。ここであまり派手に動くのは我々のためにならぬと判断しました。宗一が帰らなければ即刻彼が動きます。それは避けるべきかと。隊長には失礼ながら。ふん。ならばとて、いくらでも連絡の隙はあろうが。知りましたのは潜入中です。以降は無理です。彼の隙のなさ、全方位への集中力は隊長の方がご存知では。うん、うん。くばせもあろう、芝居もあろう。お得意ですか。大悟、まあよい、小さなことだ。しかし総帥のお望みの。
あの程度の罠で捕まる小物だとは思うておらんが、力を見たかったこともある。意図半ば、あの男が相手ならばまずはよしとせねばならんのだろう。はあ。それともお前は我らの手の中で遊ぶのが精一杯の男に何度も地に這わされておるのか。いえ、そのようなことは。あのクソ、いえ、あの男は何と申しましても超一流であります。ならばよい。はビクセン。はそう、おじけづかずともよい。お前は米軍から借り受けた大切な客人だ。無茶はせん。はましてお前の言葉を借りれば、今回の件は我々をより優位に導くためであろう。仰せの通りです。ならばなおのことだ。第五はイノシシゆえ、その場その場で立ち回る狐の知恵が見えておらん。非礼は忘れてほしい。もったいないお言葉です。私にも非があります。向こうにこれが手に入り、我々は彼の力をなお知った。悪い結果ではない。それよりも、取り入れ、より動かせ。そのための女であろう。はっ。ふん、ベタベタイチャつきよって本当に惚れておるのではないのか。作戦です。だといいがな。俺にはどうも出来の悪いメロドラマにしか見えないものでな。大吾、ビクセンはお前にできぬことをやっておる。は。不満なら交代するがよかろう。おたわむれよ。総一の件は確かに私の趣味に過ぎん。だが大吾、あの男は放っておくと我々の計画を全て打ち崩す。ご安心を。 R 計画は全て予定通り進行しております。那須総一の件を除いて。お前は相変わらず頭が固い。生かして殺すという手もある。こちらの間合いで主導権を取る戦い方は分かります。ですが相手が間合いを図らぬ子供では万が一の事故が起こり得ます。あの男を見くびるな。はっ、申し訳ありません。出過ぎた意見でありました。ビクセン、手立てはどのようでもよい。周知があるならレポートも私に直接回せ。他には見せぬ。ありません。ですがそちらの方が情報伝達が早くなります。そういたします。結果として手はず通りであればよい。必ず。うん。米軍が最後の最後まで出すのを渋った切り札の力、見せてもらおう。もう少しあの男しかと絡めよ。仰せのままに。下がってよい、あの男を。
那須総一を迷わせよ。イエスサー。キツネは好みません。特にメスは。所詮狩り場は我が手の内。獲物とどうじゃれ合おうと狐の勝手だ。しかし、わかりませぬ。あのような化粧のものまでお使いになって、何をなさるのか。くどいぞ、大吾。趣味だ。他に理由はない。右をスナイプ。ナイスシュLet it be, か。地獄の女狐も地に落ちたものね。ラディッシュ。放射ビルの真上です。大変な事態になりました。ヘリポートがゴーゴーと燃えております。テロリストの仕業か、あるいは何らかの事故なのか。不審なヘリコプターの目撃者多数。警察庁からも高村エネルギーからも発表がありません。不気味です。ビルの周囲には救急車、消防車のランプとおぼしき光が密集しています。急遽飛行禁止に指定された上空を我々のカメラだけが捉えております。引き続き現場からお伝えいたします。TVT 一社にだけ飛行許可が出るなんてわけはねえだろ。アパッチのうろついてる空なんか俺だって飛ばねえよ。全部コントロールじゃねえか。こんな見え見えの歓声黙って受け入れるなんて、日本のマスコミは腐ってるね。おかげさまで俺たちもお咎め一切なしなんだ。悪く言ってると罰が当たるぜ。
まあな。それでも昼のワイドショーでも持ちきりだぜ。大都会に現れる謎の黒い怪鳥、テロリストか、はたまた俺たちかだ。世界中でクスクス笑ってるやつが一体何人いることやら。日頃の行いが行いだけにね。この大騒ぎが奴らの狙いか。そうだな。おめえを懐に入れればこうなっちまうのは分かってだろうに、奴らの意図は何だろう。決まってる。もう隠す必要がなくなったってことだ。いよいよ本気で出てくるってアピールだろ。俺たちにかい？世界中にさ。どうする？どうする？エディの意見を聞きたい。は？俺っちの？なんだよ、どういう風の吹き回しだよ。いつも一人で突っ走るお前がさ。いや、こいつはとびきり慎重に行かないとな。なんだよ、なんか落ち着き払いやがってよ。気持ち悪いぜ。いつもなら行くぜ行くぜってうるせえのに。いつまでもむちゃくちゃ小僧ってわけにもいかないだろ。はい？で、どう？ああ、そうだな。正直言わせてもらえば、もう俺たちだけでどうこうってレベルを超えてる気がするな。そうだな。借りれる手は全部借りよう。全部開けっぴろげにして皆さんにね。それがベターだな。できりゃ手を引きたいぐらいだけどさ。それは却下。へへん。なんだよ、気弱になってるかと思ったらやる気はあんだな。当たり前だろ、乗りかかった船だ。どこへ行くか見極めなきゃね。あ、船といや、ん？ミスターから連絡があった。船を出したそうだ。へえ、まさかあんなナスティープランに乗ってくるとは思わなかったぜ。まだ乗ったって決まったわけじゃねえぜ。あんなむちゃくちゃ出してくれたってことは、あのプランをやってくれるってことだ。ミスター、顔に似合わず派手好きだな。あ、何ニヤニヤしてんだよ総一。エディ、エアフォースワンのスケジュールチェックしてみな。あ、オールキャンセル？ってこった。俺たちは舞台から降りることさえ許されてないぜ。ちげえね、こりゃ大作戦だ。こんなの初めて。でも肩の荷がちょっと降りたかな。ん？ミスターが出てきてくれるってことは、俺たちはあまり深いことは考えなくていいってことだ。真正面からぶち当たって、やつの胸ぐら掴んで問いただす。これが俺たちの仕事。たとえダメでも失敗しても、あとは彼が何とかしてくれるさ。総一、今までおめえに盾ついたことがあんまなかったのはさ、なんといってもおめえの勘が良かったからさ。だけどよ、俺は今回の件だけは言わせてもらう。却下だろうと思った。不確定すぎるんだ、あまりにもな。女は怖いぜ。涙なんかしょんべんより簡単に出るんだ。出たな、得意のセリフだが、今回もエディの信頼してる俺の勘だぜ。病気の時は勘が鈍るもんだよ。病気？
俺が？何の？そりゃおめん、そんな恥ずかしいこと言わすな。ま、来てほしいと思っても来てくれないかもしれないさ。そうなったら一人でやるほかない。それはそれで寂しい気もするね。たった一度でさ、俺も年食ったかな。いや、人恋しいのは誰だって同じだよ。俺だって、エディだって、リサだって。まあね。めはり寿司って知ってるか？めはり寿司？なんだいそれ。あの辺の名物だってさ、ガイドブックに書いてあった。はあ。終わったら、みんなで食おう。いいね。上がったら仕掛けるか。おい。はい、ヴィクセンです。な、それは、いえ、全く。私は、はいはい、コウモリの限界です。申し訳。はい、ですが、ですが、それはお気持ちはありがたいです。ですが、え、そんなそれは、あ、はい、あの、はい、いえ、はい、了解いたしました。元凶を維持します。はい、おじさま。イエッサー。そんな、そんな、わからない。私には、私にはこんなことになるなんて。潮風で足りなくなったらおいで。宗一、宗一、
どうした？何があった？マジだよマジだよマジだよ、やっちまったよミスター。こればっかりは冗談って言ったらぶっ飛ばすぜ。マジだよマジだよマジだよ、俺がうんなつまんねえジョーク言うはずねえだろ。かあ、信じらんねえ、何千億円がパー、むちゃくちゃだ。むちゃくちゃはおめえの1000倍特許じゃねえってこった。やっぱあそこまで行く人間は肝の座り方が違うっての。天才なんだな、やっぱり一種の。ちげえね。あ、ミスターからおめえに伝言。なんて？ God bless you。 返答そのまま投げ返してくれ。この大土壇場でなお相手の前途を祈る。悔しいぐらい大物だね。見習わねえとな。ああ、わかった。彼が本気なら俺たちはそれに沿って動こう。そこまで本気出してくれるとは思ってもみなかったぜ。俺たちの情報だけじゃねえ、彼らにとっても潰しておかなきゃならない敵って認識。やっぱり姉さんの情報が効いてるな。虎の尾を踏んだ高村か。よし、俺はリサを何が何でも捕まえる。両手両足縛り上げてでも連れていく。頼んだぜ。こうなっちまったら彼女の力が是が非でも必要だ。任せろエディ、俺たちの用意できる全部のカードをスタンバレ。目標は中央研究所、目的は完全破壊。ああ、丸36時間でキー半島を丸ごと制圧できるチームを組織するぜ。24時間だ。